はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい、つうことで、本日はですね、リフレクトオブザムーンということで、先日は嘘ついた。先ほどね、動画上げてたんだけど、ちょっとコメント欄で補足してもらって、自分の勘違いに気づけたんで、まぁ、ちょっと今回このリフレクトオブザムーンについて語って、改めてちょっと語らせていきたいな、いただきたいなと思ってます。コメント欄の情報をちょっと統合するとね、リフレクトオブザムーン強くね？ってちょっと思ってしまいましたんで、これね、古戦場で使いそうですわ。俺、古戦場じゃ使わねえんじゃねこれ、むずくねって思ってたんだけど、なんか実際にやってみるとめちゃくちゃ強そうだったんで、はい、見ていきましょう。奥義効果が、味方全体に月経の涙効果、自分の奥義ゲージアップ。うん。で、第一スキルが、月が満ちた水属性の攻撃性能アップ。メイン装備時。っていうことで、まあ、二つ、軸があるんですよ。僕は混同してたんだけど、二つの軸があって、一つ目が月経の涙の効果。それと、こちらの第一スキルの月が満ちた水キャラの攻撃性能アップ効果。うん。一個目の月経の涙効果っていうのは、例えばだけど、ハーゼリーラの奥義を使用した攻防徐々にアップ状態がついた状態、もしくはムーンが召喚された状態の際に、その月の満ち欠けによって攻撃力が上がりますよっていうのが月経の涙効果。この効果は1ターン目の攻撃力が徐々にアップするよっていう効果は、5ターン続くんだけど、最初の1、2ターン目は DA 率、連撃系の率がアップするっていう効果。で、3、4ターン目が追撃ついて、そこからさらに。で、5ターン目、ラストになると、ダメ上限アップがつくよっていう効果ですね。これが月経の涙効果。月の満ち欠けに応じて攻撃性のアップ効果。うん。これがまず一つの軸としてある。で、二つ目が5ターン目に発動するリフレクトオブザムーンの効果。うん、これが攻撃力別枠 50% アップと、ダメージ上限アップが付与されるっていう効果。なんか追撃の効果がついてるから、俺どうしてもちょっとなんか、あれだったんだよね。少しバイアスが、追撃ついてるなんてすげーっていうことで月経の涙と混同しちゃったんだけど、今フルムーン、最後のターンですね、の効果なんだけど、この状態に見てみるとダメージが、めちゃくちゃ上がってんの分かる。さっき40万ぐらいだったのに60万ぐらいになってる。5ターン目に攻撃力が 1.5 倍になってダメ上限が上がるっつうのが、このリフレクトオブザムーンの第一スキルの効果になってますね。で、これで、考えてみると、ちょっと前の動画の方見てもらった人だったら分かると思うんだけど、いや、これなんか微妙じゃねみたいな。なんかこう使うの難しくねみたいに思ってたっていう話をしたと思うんだけど、これは強いっすね。古戦場とかだったら特にやっぱ恩恵を発揮しやすくて、ムーンを召喚して5ターン後にダメージ上限と攻撃力をドカンと上げていくっていう効果があるから、例えばじゃあここに芝召喚とか組み合わせたらすごい強いんじゃないかな。うん。芝召喚って攻撃力大幅アップなんだけど、ダメージが 1.5 倍。うん。ダメージが1.5倍。ダメージが2倍になるんだけど、ダメージ上限としてはそこまでゴリゴリに上がるわけじゃないんですよ。で、これがまず、デバフがない状態、ムーンの召喚がない状態の、まっさらな状態のパンチ。まあ、70万ぐらいですと。はい。で、これでリセットしましょう。で、ここから、ムーンの5ターン目のパワーを合わせます。はい。今、満月状態になってて、ここで芝召喚します。さっきはダメージ的に見ると70万ぐらいだったんだけど、ほら。まあ、こういう組み合わせを考えたら、なんか、すげえ強そうに見えちゃったなっていうのが正直なところ。まあ、火力が、特に古戦場って敵の防御値がすげえ高いから、ここでなんか、ムーン召喚するだけで、最後の1ターンだけ攻撃性能がドギョーンと上がると、最低でも5ターン以上、敵をしばくのに5ターン以上かかる敵には、なんかリフレクトオブザムーンは有効に働きそうだなと思いました。はい。ということで、リフレクトオブザムーンの性能としては、まとめていくと2つの軸があると。月経の涙効果。まあ、これは月の満ち欠け、ムーン召喚、とかハーゼリーラの奥義効果によって、影響があるタイプ
で、1ターン目から2ターン目は連撃アップ。DA 率アップか。で、3ターン目、4ターン目は追撃がつきます。20% だったかな。結構優秀。で、5ターン目になるとさらにダメ上限アップがつくよっていう効果。これが月経の涙効果の効果。で、第1スキル。2つ目。これも月が満ちる、ムーン召喚、もしくはハーゼリーラの奥義の時点で影響があるタイプのスキルになってて、満ちる。5ターン目ですね。最後の1ターンだけ、攻撃性能、攻撃力がね、すげえ上がってダメ上限が上がるよっていう効果を得られるっていうスキル。まあ、これが4突して、ダメ上、これが4突してサブメンバー、サブ装備時でも効果を発揮するってなると結構影響出るなと思いました。ということでね、まあ、コメントの方をいただいて、補正できましたので、マジで感謝します。リフレクトオブザムーン、小戦場に備えて作りたいと思います。なんか 200Lで使えそうだね、まあ 200L やるかどうかはともかくとして使えそうな予感をしたので頑張って集めたいと思いました。はい、ということで、コメントありがとうございました。これからもミザをよろしくお願いします。そんな感じです。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。